皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回は Steam で近日発売予定のこちらのメンオブウォー2に挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらは2024年5月16日に発売予定の第二次世界大戦が舞台のリアルタイムストラテジーゲームですね。今回は関係者の方にゲームを提供してもらって少しだけ早く先行プレイしていく形なんですが、ご覧の通り公式で日本語対応してるみたいですね。早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。よし、じゃあやってきましょうか。で、これ多分ベータ版かな、開発途中のやつになるんですけど、このモードだとキャンペーンはできないのかな。マルチプレイとチュートリアル、基本はオンラインで対戦とか協力プレイですかね。まあチュートリアルまずやってみましょうか。やり方わかんないんで。あー、チュートリアル、ベーシックトレーニングある。結構いろいろありそうですね。まあ、さらーっとやってってみましょうか。アフロマスク第三戦車招待って書いてある。日本とかも出てくんのかな。おー、来た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 。あ、いいですね。グラフィックすごい綺麗。よし、やってきましょうか。あ、めちゃくちゃグラフィックいいですね。あ、結構拡大もできると。あー、ズームイン、ズームアウトができて、ミドルクリックで回転もできますね。あ、なるほど。ミニマップ上で左クリックすると、カメラも即移動できる。あ、なんか人がいる。一般の人かな。あ、一般市民とかもいるんですね。あ、すごい。武装も選べるんですね。かなり細かいな。あ、動いた動いた。なるほど。これをもうそのまま、このマップ上からも選択できそうですね。こういうのって壊せんの？あ、通過点に行くって書いてある。こういうの壊せんのかな？あー、木とか壊せんの？あー、すごいすごいすごい。戦車いいですね。めちゃくちゃ破壊できる。ひどいな。でも破壊表現なかなかいいぞ。通過点行きましょうか。家も破壊できるのかな、このまま。あ、敵が接近してる？あ、もう敵来てる。あー、壊した。あ、すごいすごい。あ、あ、敵。あー、来ましたね。攻撃したい。あー、ひどいな。待って待って、ひどいひどいひどい。あー、すごいですね。戦闘こんな感じなんだ。あー、もうバンバン来るな。あー、これ。はい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 。あ、逃げてる逃げてる。そこにいますね。あー、仲間の歩兵が来た。こっから当てられる？あ、すごいすごい。もうちょっと戦車前出るか。あ、味方歩兵やられてますね。はい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 。これ機関銃も使えるんですよね。あ、すごい破壊。待って待って待って。あ、こっち側にもいる。はい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 。これもこっち側にして。倒した？ああ。あ、また出てきた。装甲車ですね。こっち側に移動させるか。これやろう。はい。いや、でも、結構、スピーディーに進みますね。あ、倒した倒した。はいはいはい。あ、これで勝ちか。いや、これ大変だぞ。時間は止められない系ですもんね。あ、すごいすごい。逃げてる逃げてる。お、あー、あー、勝利。なるほど。はい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 。あー、これで、チームスコアとかも出てくるんだ。あ、で、報酬も、もらえる感じなのかな？
ああ、来ましたね。こういうのはどんどんゲットしないといけないのか。ああ、マルチプレイヤーリワード。ああ。あ、舞台を出現させるとかな。相当な数の舞台出すそうですね。おー、来ましたね。天神部隊状況報告しよう。あ、でも全部日本語化されてますね。あ、今回ドイツ兵か。キャンペーンモードとか面白そうだな。あー、攻撃食らった。あー、やられちゃいましたね。あ、これ、あ、ティーガー呼びましょう。ティーガー、あ、出てきた出てきた。ここで、あ、CP は派遣コスト。なるほど。それを使って出せるわけですね。歩兵も出していくか。で、しばらくの間出せないんですね。いや、すごいな。でも T がいいじゃないですか。歩兵部隊後ろからついてかせるか。敵は、あー、まずこれをやった方がいいでしょ。こっち側からちょっと出して撃てるかな。それやりたいですね。撃て撃て撃て。やりましたね。お、もう一回自弾装填。正面向きましょう。ああ、まだ生きてる。これ撃ちましょう。これ破壊した。 OK。 あとはマシンガンもやりましょうか。順番にどんどん撃っていきましょう。 T がいれば大丈夫でしょう。ナイス。破壊力は段違い。順番に倒していこう。撃たれてる撃たれてる。あー、そこにいっぱいいるのか。こっち側、このライフル部隊も前へ出てきてほしいですね。あ、そこにいる。よしよし、攻撃攻撃。後ろ向きでいっちゃうな、これ。あー、あ、ユニットを回転させられるんだ。やったやった。ここら辺、マシンガンでやればいいんじゃないですか。それ、あ、アミッションは完了したんだ。あ、終わった。T が硬いですからね。なんかユニットの回転とかいろいろできそうだったな。戦車がずっと後ろ向きに走ってた。またもらえましたね。どんどんやってこう。あー、これで、ヤホー。迫撃砲を持っていく感じか。それでゲットして移動させて攻撃すればいいのか。はい、ゲットしましたね。ああ、これで動かせるモードってことか。ああ、動かして動かしてる。迫撃砲はこっち側か。で、砲はあそこにもあるんですね。余った人員でやってもいいのか。あ、これで選べるのか、もう。一度手に入れたら、このままいけると。こうして、攻撃はここ。あー、これでシフト F、強化すんの？あー、すごいすごい。こんな感じで、ちょっと、あー、建設ができるんですね。で、こっち側も、シフト F と、あとシフト D ですよね。あ、できたできた。まあ、シフト F でいいのか。ここも、あー、シフト F と D と、オルト H か。隠してもいいですもんね。
オルト H は？カモフラージュも刺して、ああいいですね。すごいすごい。なるほど。カモフラージュできるのいいですね。あ、でもこれ迫撃砲は やるとダメか。あ、ちゃんと上開けてくれんだ。あ、敵が来るの？はい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 。ああ。いや、バンバン来るな。ここら辺もバンバン撃たないと。はい、あ、迫撃砲も使いたいですね。撃て、撃った。ああ、動かしちゃってる、動かしちゃって、どういうこと。あ、敵拠点に向かって撃つとか、ここら辺に撃つとか、バンバン撃ってもらおう。はい、ここら辺に、はい、迫撃砲撃ってる。はい、こっち側狙って、迫撃砲がなんかあんま撃ってない気がするんですけど、攻撃準備撃ってる。いや、砲撃重要ですね。あ、基地の強化とかもできるんですね。なるほど、こういう感じで作るんですね。細かいな。あ、もう一瞬でできましたね。こういう感じか。ちょっと、ま、マシンガン兵で塹壕を掘ってみるか。あー、来た来た来た。塹壕は、あ、こういう感じで掘れるんだ、すご。逆向きでも良さそうだな。これもすぐできんの？あ、掘ってる掘ってる。いや、結構塹壕掘るのは時間かかるんだな。さらに深くも掘れるってことですよね。ちょっと待って、もう来るの？塹壕掘った方がいいんじゃないの？ここら辺も行った方がいいでしょう。あー、来た来た、掘ってる途中なの。ちょっと待って、掘ってる途中だって。まだ掘ってるんですけど、塹壕。入った。これで防衛しながら戦えるのはいいですね。あ、なるほど、そこにちょうど収まる感じなのか。うん、ここ隠れながら行けるのいいですね。地雷とかも置けるんだ。あー、これで行けるかな。あー、ゲットできた。はい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 、有刺鉄線をあると。あ、戦車用の障害物もいけるんですね。これぐらいやればいいのかな。はい。あ、こんなでかいのも作れんの。地雷もここら辺置けばいいんじゃないですか。あ、こういう感じで置きたいですよね。対人用の地雷も。あ、もう来る。とりあえず、あー、来ましたね。あ、味方もいっぱい来た。うん、あ、いっぱい来たぞ。なんか待っとけばいいのこれ。対戦車時代はここらへん、対人時代はオルト C か。はい、いろんなとこに地雷とかですね。あそこも大量に置いたな。これも弾薬補給しないとダメってことですよね。すごいすごい、かなり作れる。ここら辺もオルト C でやって
いくらでも置けんのこれ。めちゃくちゃ置けますね。出しとくか大量に。なんかいっぱい来そうなんで。ああ、ここに入れとくか。忙しいですね。戦車用の、あ、トーチカも作れんの？これ作りたい。トーチカも作ります？この辺り。すごい、ほんと拠点が作れますね。これいいな。これどんぐらいで作れんの？さらに、マシンガン兵をこことか入れられないの？だいぶ時間かかりそう。あ、敵は来てる。トーチカできないかな？こっち側に出しとくか。あ、来ましたね。これ大丈夫？そこで。トーチカまだ作ってる途中だけど。あー、すごいすごい。来てる来てる。あ、撃ってる撃ってる撃ってる。あはは、やられた。地雷は？あ、地雷。通過。地雷全然踏んでくれないんですけど。あそこ、あ、行きましたね。すごいすごい。結構やられたけど。ああ、負傷兵を救出することもできると。ああ、これで？I should congratulate you, Commander. Your defense of the area was extremely efficient. ああ、さらに置けるんだ。あ、これでやれると。あ、勝った。いや、基地拠点強化いいですね。今回は敵車両との戦闘みたいですね。貫通について学べるみたいですね。ああ。どうすんだろう。歩兵で倒せんの？何やんの？無理でしょそれ。無謀でしょ。停止できんのそれで。離体を破壊したってこと？そんなことできんの？あ、離体とか砲身、車輪、搭載装備などを無力化できるんだ。ああ、コントロールを押したまま攻撃すればいいんだ。ああ、離体破壊。なるほど、なるほど。これで、砲塔も狙えるんですね。撃った。あ、でも自分で動かせるのほんといいな。あー、スナイパーモード、これか。はいはいはい。これで、実際に狙いがつけれるわけですね。はいはいはい。あ、スクロールできるようになった。こうして。あー、照準を見て。あ、でも、どこも貫通しないな。これの方がいいのか。だいぶのんびり戦ってるけど。ああ、ここは貫通しそうですよね。あ、貫通した、貫通した。はい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 。緑のところは、貫通すると。はいはい、運転手死亡。これでまた直接照準モードにして、あ、動かすこともできますもんね。まだ生きてんのか、それ。あ、もうどこも行けそうですね。砲塔部分狙っていくか。はい。ダメか。あー、行けそうですね。ここはダメ。ここ、はい。あ、指揮官死亡。頑丈すぎません、これ。ここら辺狙えば、一発で行けそう。はい。まだ？硬いな。生きてんの、それまだ。もう一回、砲塔めがけて。はい。車体貫通ですね。燃料庫みたいのにやればいいかな。ここ、ここいいんじゃないですか、燃料。はい。あれ。壊れない？あ、でも沈黙しましたね、完全に。
このまま動かすか。これずっとこの状態で行きたいですけどね。このまま行っちゃっていいのかな。もうこの戦車は倒せましたよね。あ、でもまだ壊す感じになってんな、これ。完全に破壊しなきゃダメ？ここら辺も。あー、降りてきた、まだいる。これ、倒せる？これこそこれで行った方がいいですよね。はい。ちょっと下がるか。あ、終わった。なるほど。まだ中にいたんですね。直接操作モードいいな、戦車の。